お金がないよ。スイッチっていくらで売れるのかな。お困りかい。なんでそんなにお金持ちなんだい。この便利なサイトはどうだい。OF.com? まずはアカウント作成からだな。登録する情報を入力してアイコンを選択。これで登録しよう。このサイトで何ができるのか説明してやろう。売りたいものの名前を検索してみてくれ。スイッチとグラフが表示されたよ。今表示されているものがスイッチの検索結果だ。左から各サイトの平均値、中央値、最高値、最安値のグラフだ。下のボタンを押すと画面下の詳細が切り替わる。どこで売ったら一番高いか一目で分かって便利。スイッチ以外にもお金になりそうなものあったかな。自分が何を持っているのか完璧に覚えているものは少ないだろう。このマイアイテム機能を使えば持っているものの名前と買った金額を登録できる。便利すぎる。最近ゲームしてないからもう一つ。購入金額を記載することで購入金額より高く売れるかもわかる。これで俺も貧乏脱却できそうだよ。複数のサイトを見る必要がないから便利だろ。相場が分かりづらいものでも安心だね。こんな便利なサイトを使ってなかったなんて。よーし、これで君もウハウハモテモテに。